はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、アサヒの、生ビールですね。ドライペールエール。これは確か、コンビニで売ってましたね。はい。芳醇な、ホップの香りと豊かなコク、アルコール度数 5.5%。醸造学マスターによる、処方監修、香り豊かな、カスケードホップを一部使用、香りの決め手となる厳選ホップを一部手で投入。なんだその手で投入って。なんだ手で投入って。豊かなコクを作り出す、上面酵母を使用。麦芽 100% による深く濃く膨らむ味わい。通常より 1.3 倍熟成させた長期熟成製法。醸造責任者、小松翔太。原材料が麦芽とホップです。麦芽 100% ビールとなっております。うん、ね。飲んでいきましょう、まあ。ペールエールってことですから、結構美味しそうな。ああ、あれに似てるな。乾杯。あれに似てる。なんだっけ。あれに似てるな。なんかちょっとオレンジっぽい。味がする。柑橘系の味がするね。ドライペールエールとか。なんだっけ、これ。あの、第3のビールの、俺が結構うまいって言ったやつなんですけど、札幌だったっけ？なんか、ちょっと柑橘っぽい。柑橘っぽい味するな。うん。美味しい。美味しい。これは美味しいけど、ちょっと、苦味がない。結構甘め。ですね。札幌だったかな。札幌だったっけ。あれ、俺が好きなビールがあるんですけど、なんだっけ。あ、ホワイトベルグ。これに似てる味が。第3のビールのね、ホワイトベルグってやつに似てます。あの、なんかちょっとオレンジっぽい。柑橘系の味がなんかしてる。なんか知らんけど。麦芽 100% のはずなんだけどね。こっちのあの、ホワイトベルグは、オレンジピールを使用してるから、オレンジの香りがするんですけど。こっちは、なんでするのかわかんないけど。わかんない。まあ普通に美味しいですけど。まあ。うまいけど、これ結構高かったもん。値段的にね。240円した気がするんですけど。これだったら、ホワイトベルグ飲んだ方が、なんかコスパがいいな。普通に。なんか甘いんだよな。なんか甘味料っぽい甘さがするんですよね。不思議とちょっと甘めのビールですね。
これなんか甘いわ。これがですね、3月の24日に新発売したというビールらしいですね。微妙ですね。なんかペールエール。まあちょっと色が濃かった。いうぐらいですか。コクはまあそれなりにあるんだけど、甘みも結構ある。香りもまあ、あるはあるけど、苦味が足りない。まあ、美味しいですけど、まあまあ、美味しいっていうことにしとくか。別にまずくはないから、普通にうまいっちゃうまい。4444です。ご視聴ありがとうございました。